えー、コロナのワクチンを打つなと主張する人にじゃあどうやって感染を防いだらいいのかと尋ねたらそもそもコロナウイルスなんて存在してない厚労省もそれは認めていると言いますちなみに厚労省のホームページにはコロナはウイルス性の風邪の一種ですと書いてあります風の一種ですという表現が頭の悪い人には誤解を招くようになっているのではないでしょうかああたまにいるんですよねそのあのそのそ厚労省が認めてるとかなんかコロナウイルスが存在しないって医者も言ってるみたいな人がたまにいるんですけど僕もちょっとそのあの,あのまともな人でそれ言ってるの見たことないですよね たまにその頭のおかしな人に絡むっていうのを、T、あの Twitter でやるんですけど、ただ絡む条件があって、 その、ある程度知名度のある頭の悪い人に絡むんですよ。ではその、知名度のない頭の悪い人っていっぱいいるんですけど、あの、それに絡んでもそのアカウント消されて終わるじゃないですか。でもある程度フォロワーとか知名度がある頭のお菓子の人に絡むと、あの、反応しなきゃいけなくなるので、結果としてその、この人頭悪いよね、間違ってるよね、だったりとか、面白反応で面白がれるっていうのがあるので、なんでその、ちょこちょこあの、絡むんですけど、ただその、全然知らん、そのフォロワーのいない人とかには、あの、面白い反応が返ってこないで絡まないっていうのをやるんですよ。で、最近だと、あの、 弁護士資格とお医者さんの資格があるあの元新潟知事の人に絡んだんですけどで、まあ、あの人はあのまともなんであの要はその僕に関しての名誉毀損になるような発言を書いていたのでその、まあ、冗談ですよっていう返しをしてきたんで、まあ、僕はあそういうことねっていうのでそれ以上は僕は追及する気は全然ないんですけど。 あの弁護士さんって割とその懲戒請求っていうのが結構できちゃったりするので,でそのあの裁判とかの場合ってある程度その両方がこういう証拠ですとかで戦ってでそのある程度の名誉毀損だったら許容しなきゃいけないよねみたいな感じでまあどっちが正しいかを平等公正に判断するんですけどあの弁護士会って弁護士たる者はモラルをきちんと高く持つべきだなので一般市民に迷惑をかけた証拠があるのであれば弁護士側がそれが絶滅するべきであるっていうことで割とその弁護士 都市の懲戒ってまあ、あのそのあのクになるはあんまないですけど、警告ぐらいは結構出ちゃうんですよ。なので、そのネット上でそのあのまあ、あの元新潟府知事の人で選挙に出ますって言ってる人にこんな名誉毀損されました。ってなると多分懲戒出ちゃうんですよね。 で、そうすると、これから選挙に行くときに、その弁護士会の懲戒が出てますってなると、まあ、さすがにその、風文が良くないというのがあるので、まあ、その、冗談ですっていうのに逃げ切ったっていうので、まあ、別に全員いいと思うんですけど。で、あの、暇だったんで、たまたま見つけた、今度はあの渡辺さんという弁護士にも絡んだんですよね。で、それもなんか、あの、僕が闇の住人で表を歩けないみたいなことを書いてたんですけど、まあ、あの、闇の住人って書かれたら、通常それは反社の人って思っちゃうわけじゃないですか。で、僕は、あの、別にあの、刑法に触れる行為をしたこともないし、別にあの、暴力団に所属してることもないので、なので、あ、これも懲戒行ける案件だな、 と思って絡んだんで、ちょっとまだ返事がないんで、あのどんな返事が来るのかなって楽しみに待ってます。っていう感じで、あの割とその頭のまあ、頭の良くない。悪いのはそれは表現よるんですけど、あの僕そういうの絡むの好きなんではい。なので、もしそのコロナのウイルスはいないんだっていう。おかしな人でなんかそれなりに使命度があって逃げない人がいたら絡んでみるのと教えてください。